久保さん、今豚にしましょうか。飛べない豚はただの豚。みたいなね <laughs>。有名なね。あの、宮崎駿さんの、あの、ね、あの、何のアニメだったか。飛べない豚はただの豚。飛べない豚はただの豚の、あれ何でしたっけ飛べない豚。あ、飛べない、飛べねえ豚はただの豚。紅の豚の上。 うん、これねあの映画ありましたねこれ何て読むんだ紅の豚くれないあすすませんくれないの豚だくれないの豚だくれないの豚ですねそうそうくれないの豚豚ってすごくないですか僕豚豚がすごいなと思うのが豚足っていうのがあるっていうね足も食えるのさ足も食うあの 結構、あの、なかなかファンキーな感じですよね。豚ンコ、トンソクって。でも、馬足ってないですよね。馬の足を食べるとかあんまなくないですかまあ、世界探せばそういう料理があるのかもしれないですけど、豚足は効くけど、うまそくはないっていうね。だから、う、豚ってなんかどこのでも食えるみたいなね、話を聞いたことがあるんですけど、豚全部食えるみたいな。 まあ、馬も全馬、馬あ、牛か。牛も全部食えんのか。牛の足とかどうなんだろうな。うん。どちらかというと、しかも、あの、牛肉の方が高いじゃないですか、豚より。豚の方が安いですよね。でも豚安いんだけど、どこでも取り出せるっていう。うん。そう。だからまあ、なんだろうな。うん。まあ、宮崎駿さんが、なんでこの紅ないの豚っていうね、まあ、 この豚をモチーフにしたのかっていうのは興味深いですよね。これも別に考えても意味ないんだけど、なんでこの豚をモチーフにしたんだみたいな。あの宮崎駿がみたいな。うん。なんかいろんな、あの、切り取り方があるんじゃないかなっていう。うん。なんで豚だったのかっていうね。まあいっぱい動物あるじゃないですか。なぜ豚だったのかっていうね。うん。まあこれ調べるとまたなんか面白そうですね。なぜ豚、豚を選んだのかっていう。 うん。そう。豚ってなんか、うん、すごいなと思いますね。うん。だその切り取り方によっていろいろ食べられるし、うん、まあ、切り取り方で飛べない豚はただの豚だ。かっこ悪いみたいなね。生き方、豚を通して生き方を伝えるみたいなね。<laughs> 宮崎駿風ですよね。すごいですよね。 うん、だから人生をどこをこう切り取っていくのかっていうのは大事かなと思いますね。うんまあ、切り取り方ですよね。だからまあ、まあ、よく一般的に言うんであるならば、失敗した時をどう切り取るのかっていう、失敗を失敗として切り取るのか、失敗をチャンスとして切り取るのか。それによって、その後のアクションは変わるだろうし、考え方も変わるだろうし。うんそう。 まあ、僕がいろいろ見てきましたけども、まあ一般でうまくいかない人たちっていうのは、その切り取り方が下手なのかなと。だからなんか豚で言うならば、まあ普通の豚肉しか食べられないっていう。でも、さばき、あの、さばき方がうまかったら、まあいろいろ食えるっていう。だからこれね、堀江さんの講演でね、堀江さんの講演で、あの、鹿児島のね、まあ一応鹿児島の地方再生みたいな感じのテーマだったんですよ、話すの。 で、これを面白かったなと思うのが、まあね、そんなの聞いて意味あんのの方が強かったですけど、<laughs> ただ、あの、いろいろね、まあ、話してて、あの、面白かったのが、実は包丁なんだと。包丁がすごいんだと。日本っていうのは、そのものづくり、包丁がすごかったと。だから、まあ、堀江さんもその,あの、あの、焼肉マフィアでしたっけなんかやってるんですけど、その包丁がすごく切れるから、いろいろなカットができるっていうね。 で、もしこの包丁が悪かったら、こんなのもできてないと。こんな切れないと。だから、アメリカとか、あの、サーロインステーキとか、包丁が、昔はその進、日本より進んでないから、切れないから、分厚いサーロインステーキ、そういう分厚い、とにかく分厚くこう切っていく。だから、日本みたいに、あの、薄く切るような、切れるような包丁がなかったから、分厚くバーンってやるしかないと。でも、 日本はそういうすごい技術があったから、すごい切れ味がいいと。だから、あの、薄く切ってね、しゃぶしゃぶみたいな肉もね、あのしゃぶしゃぶの肉とかすごいことなんですよ、みたいな。まあ今はロボットがあると思うんで、今ロボットでスライスしてると思うんですけども、あれが切れるのは包丁の技術があったからだよっていうのを言ってて、あ、面白いなと思って、確かになっていうのはね。だ切り方次第で、その、 しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶっていうあの、あのしゃぶしゃぶって美味しいじゃないですか。あ薄く、めちゃくちゃただ、物は変わらないんですよ。物は変わらないんだけど、ただめちゃくちゃ薄く切ることだことによって食感が違ったり美味しさが変わるっていう、これすごいことじゃないですか。これすごくないですか。<laughs> だって物変わらないのに、厚く切るのか薄く切るのかによって、 全然食感変わるし味が変わるわけじゃないですか。味が変わる味が変わるって言ったら、まあでもしゃぶしゃぶと焼肉って味変わるじゃないですか。でもあのサーロインステーキみたいな分厚い肉をしゃぶしゃぶはできないですよね。<laughs> あんな分厚く切ってしゃぶしゃぶは無理だと思うんで。<laughs> どんだけ、もう茹でないとダメですよね、もはや。煮込まないとダメですよね。うん。だからね、あの、その話はすごく印象深かったですね。 うん、包丁なんだと。実は包丁なんだと。実は包丁だみたいなね。切り方ですよね。うん。いってらっしゃい。